こんばんみこみこ人間たち僕の使い物になっちゃうアイスアップの関するみこです。昨日は配信お休みでしたので、なんか日付感覚がバグっているんですが、僕の中で。そして寝起きにベロを噛めました。なんか夢の追加みたいな感じでさ、うーみたいな夢の中でうーって噛んでさ起きる、まあ稀にあるんだけど、マジでさ辛すぎ。夢は嘘で、ベロだけ本当かよみたいな。最悪。やっぱ長いから噛んでんのかな、僕って。ということで、今日からは、マイクラで和風建築をして、行きたいと思います。なんかね、まあまあ、でかくなるかもと思っていたんだけど、なんか、裏で作業することもよしと、するために、なんか、でかい括りにした。なんか、マイクラインした時に、裏で遊べるものが欲しくてさ、進めておこうかな、みたいな。という感じで、和風建築を、やっていきたいと思います。いや、多分だけど、そう、裏でやってもいい感じにしたら、まあ、完成は全然かな、っていう、気が、する。あ、場所はね、もう決めたいの。それでは、ちょっと、整地で物が、あれがすり減ってるので、今ここにおりました。おはよう。整地で物がすり減っておるのだ。なんかさ、昨日結構ミーティング詰めの一日と作業詰めの一日だったんだけどさ、このミーティングとミーティングの合間の時間、なんかやりたいけど進められるゲームなんかあるかなみたいな、あの掃除するゲーム、公園を掃除し終わってしまったやってたらだから次掃除するとき新しいところから掃除です。でなんか本当にね、明日13時からだから、明日あの雑談枠込みでお掃除しようと思ったんだけど、でなんかね、めっちゃあれね、やりたい、進めたいなみたいになっちゃうんよな。手が止められないんだよ、本当に。本当に仕事してたのかな。じゃあ、合間、ミーティング合間とか、休憩でやった。こんなもんか。そう、あとあれなんだよな。確か、ななみしービーチに、物を預けたままだから、前写真撮りに行って。だから、それを回収せねばならん。なんか、メイちゃんが、初、前からインしてたときに、ハドミからなんか、名前忘れてしまった。なんだっけ。あの、アレクサみたいな。アレクサみたいなのもう一匹もらった。だから、研究所にぶち込んだんだよね。今、二匹になった。なんだったっけ、名前。アレーか。そうだ。なんかアレクサ系だったよなと思って、そう。あの子をしまっている場所に収納しておいたわ。研究所に入れてるんだよね、あの子。そうそう、水色の妖精みたいなやつ。
さ、さ。そういえば、そうだ、アプリ入ったから、鍵もっと使えないんだわ。前までバージョン下げて使ってたけど、なんかバージョン上げないと重いのでは説があって、上げたら軽くなったんだが、その代わり使えなくなった。ああ、これだ。あと、ここら辺も使いそうだから、持って言っておこう。ここら辺も持っていくか。使いそう説あるものは持っていきたい。荷物はいっぱい。まあ、あとで取りに来ればいいか。ジャングルはいっか。どうせいっぱいあるし。これ持っていっとこ。ねえ、鍵もっと早く出てほしいわ、いつも。あと僕がすごいいつも思ったことがある。いつもじゃないんですけど、なんか正月周りと夏にいつも思うことあるんだけど、和風な服が欲しいとめっちゃ思っちゃう。なんかこんなにさ、配信画面を和風にセッティングしてもさ、僕めちゃめちゃ、あのさ、部屋着だったりするから、和風なのがマジでなくて。でもさ、夏も使うし、お正月周りもさ、使うじゃん。年に2回も使うと考えると欲しくねえ、みたいな感じある。そう、和風みこみこ。そう、僕ないんだよね、和風の衣装。なんか、寒くても暑くても着れる和風な感じが良くない？どっちかに特化してるとあれだから、なんか和風みたいな。なんか和風な感じっていうのがいいなぁ。うん、そうそう、なんか一応和風持ってるみんな。でも持ってるけどみんな結構あの、ガチガチ時代の和風だから、ちょっと今着るのが厳しめちゃ厳しめな気はする。ガチガチは、ガチガチな時の和風なんよね。そう。顔もあんまりガチガチだしさ。冬服な、冬服もガチガチの時だからな。で、場所なんですが、ちょっとここも整地したんだけど、なんか初期スポから行きやすい場所にしようと思って、ここをね、ここら辺にどんどん広げていって、増やしていく方向にしようと思って。で、ここをですね、つなげたんですよ、神社の方向と。こういう感じで、つながるようにしておいたの、こうやって行けるように。こんな感じ。ここ、ちょっと整地した。だから、行きやすいように、なんかどっちからも。っていう感じ。あ、そう、エマ増えてたわ、そういえば。念のためエマの立てる木のとこも増やしたけど、一応増やしておいた。さあ。増えておりました。そう、ここにちょっと念のため増やしておいた。増えたのは、ここか？
お笑い行かなくてもハッピーな一年に絶対なる。まあ、これ僕は配信見ていたので、メアリさんなんですけど、これサチあれ。ここ両方、サイモンジメアリです。なんか赤がめっちゃ呪いみたいになって、で、名前も、入ってなかったんで、こっち、ここ、メアリ。そうそう。負荷200で乾燥機器。負荷200って何だろう？これ、何の負荷なんだろう？なんか、星シーマみたいなことすんのかな？バキバキにしてさ。あー、リングフィットか。リングフィットの負荷200って何だろう？てか、僕は重い今日。宝くじの当たりますように1等か2等ふまっと、これも後ろで見ておりましたが、宝くじが当たってほしいらしい。これおんこちゃんの知らなかった感じで、みんな願い事が全部叶いますようにパワー、あんこさんパワータイプです。みんながずっと仲良しいられますように。そう、マドラ、これはね、パドビーのエマは、ワットちゃんが探検した後に増えてたから、多分あの後増やしちゃうんだろうな。タイミング的に。そう、一応僕、エマ監視してたからさ。あ、増えてるわ、と思って。1、2、3の順で増えてた。そう。という感じでした。あ、ほんとにも、リブしてない？ね、いつも思うんだけどさ、公式マークがついてたらリップ先頭に来るの？なんか僕のさ、仕事用のさ、携帯のツイッターから見ると公式マークついてても一番上に来ないんだよな。あれってなんかアプリしてないとかあんのかな？なんかさ、僕がさ、完全プライベートの方の携帯で、さ、いつもエゴサしたりそういうの、自分のところに届いてるリップとか見たりするんだけど、なんかそっちだと、公式マークとか、フォローしてる人が先頭に来るんだよね。あれ、なんなんだろう。通知のタブが認証済みで分かれてる感じ。通知のタブ？通知のタブってなんだ？僕、ツイッターの通知は全部切ってるからさ、見たことないんだよな。全部なんか、見て判断って感じ。なんかいろいろ変わったのか。あー、そっか。別だから違うかもしれんってこと？確かに、まとめはもう、もらってたやつだもんね、あれ。ツイッターくん課金草だなぁ。なるほど。よし。アンドロイド公式？僕は iPhone なんだか一緒かな。え、りんちゃんのあれって課金してつけたやつなの？ついたんかと思ってた。そうなんだ。なんだそら。なんなぁ。
っとここまで削ろう。マーククリックすると説明出るんだ。青ついてると何になるの？てかさ、人間たちもさ、なんかちらほらさ、青いマークつけてるでしょ。ピャーって見てた時、なんか公式マークめっちゃついてるじゃんって思った。え、何のさ、機能がもらえる？それ次第なんじゃなって思ってるんだが。良さげだった？実際。え、誤字ツイートの編集できるって聞いた。文字？え、めっちゃいいじゃん。広告が減る？広告？広告ってなんか、あーなんか合間に挟まるものあれか。動画が長いの投稿できる。はぁ、あ、はぁはぁ。30分以内か。あーまあ。ああ、プロモーションって書いてるやつ。こんばんみこみこ、てんてん。動画60分までいけるようになる？動画60分までいけるようになる？アーカイブ乗っけられるやん、じゃあ。下手したら。60分の動画ってまあまあ、誰があげるんだ？え、何用なんだろう？え、何用なんだろうな、本当に。謎だな、結構。確かに60分。長すぎやん。YouTube バンされた人とかあげる？救済措置ってこと？公式アカウントとか PV 流したりとか。まあ、60分設けてるだけでそんな使わないでしょっていう話やんかな。まあ、一旦ここまで広げておくか。で、なんか街を作りたい。街というか街並みを作りたいからさ。いずれここをぶっ壊したい、すべて。ここの部分全部をぶっ壊す気にいる。爆発するかも。だってもう後ろ何もないし。大きくした方がいいでしょ。広くしたいしな。まず何からやっていこうかな。建物を置く場所。まあ、入り口がここら辺だとしても。もうバーンって建物が、ここに来るようにしたいから、道の感じを考えたい。ここまであるとさすがにな。邪魔だなぁ、ジャングルの木が。まあ、これ仮で一応全部。道のイメージをしたい。いい話したいよね。もうすでにさ、
キルチーズ聖地で4つぐらいぶっ壊したわ。サン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 。え、マグマってさ、効きそう？なんかマグマ垂れ流してもさ、火移んなかったから燃えないんだって思ったんだよな。こんぐらいかな。なんか大きすぎない建物をさっさっさって増やしたいから。ここまでにしよう。サン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 。まあこっちは広げる方向として、雪はするんだ。サンサンサン。おー、ヒルチンシン修繕と耐久つける考えなかった。ありやな。成人の際にさ絶対使うじゃん、もうジャングル魔女は絶対そっちの方が良くない？確かにヒルチンシンいるようになったな。なんか前まで一生なんて言ってたんだっけ、僕なんか一生言えなかったんだよ、火打ち石は。松明少ないからこれ取っておこう。火打ち石、火打ち石なんて言ってたんだっけ僕。キルチーシー、キルシーチ、なんか文字で聞くとどっちも間違ってなく見えちゃうわ。うん、ゲシュタルト崩壊するんだよこれは。よし。多分石はまあまあ使うだろうと思い、石を抱いておこうと思う。なんか石っぽいもんね、和風のさ建築は。よし。おはよう。スキーが入ってる。なんて意味だろう。好きだろうって意味か。じゃあ、この端からやっていくか。何個ぐらいになるかな？とりあえず2ぐらい開けて、2、3、4、5、6、7。8、9。広すぎ？ 7 ぐらいかな？三つぐらいここ入ったらいいな、希望としては。だから、で、まあ3ぐらい開けて、1、2、3、4、5、6、7、2、3、
1,2,3,4,5,6,7。まあ一旦この方向であれするか。なんかさ、街の中にさ、川みたいなの設けたいんだよな。あるじゃん、なんか橋がかかってて、あんな感じも取り入れたい。ただ立地が平らじゃないから、まあできる要素だけって感じかな。うん、まあ一旦7、7、7にするか。ちょっと道をもうあれしておくわ。ささ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 さ。僕の建築基本的に作りながらだから、あんまイメージとかないけど増やして増やして最終的にまとめるタイプの作り方だから、まあスタートはなんかまあなんでもいいよねみたいなタイプではあります。うん、まあ、これでいいかな。どんな感じにしよう。てか、木材取ってこよう。和風な街並みをモデルにするわ。でもなんか僕そんなあんまり言うて和風な感じのを作るのがすごい得意なタイプってわけではないけど、なんだかんだ作っている気もする。レンガ使いたいんだけどな、なんか意外と使うタイミングがこの神社の方でなかったんだよな。マングローブを持ってるき。ここら辺持っていくか。ダークオークを持っていきたい。そう、なんか和風なさ、屋根を作るのが多分僕、まあまあ苦手と思われる部類だからさ、この和風な街並みが完成した暁には、和風のパワーが上がっているかも。和風パワーが。あ、でわかる。ここがさ、あの、この下の階中がちょっと、おいおい、あいつらいるわ。繋がっていたみたいな感じやりたいよな、僕も。マグマをもらいに行くぞ。おーし、うれ、
でもなんかちょうどね、新しいタイプの打ち合わせをしてたからね、めっちゃ楽しかった。遠すぎ笑った。ほう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 。でもなぁ、こいつ水にいるとさぁ、マグマがかけられないんだよ、ということで。足場にお乗りください。痛い。階段、階段。さあ、乗りたまえ。ここに、ここに乗るがいい。来い来い。来た来た。おしな、アホめ、乗るんだよ。はよ乗れ。せっかく階段を作ったというのに。ここから乗れない？はい。まだ乗らんな。乗った？乗れないんか？あ！いいぞいいぞ、その調子、その調子。もうかけれない？ちょっとお前どいてくれよ。おい、ボロボロやん僕。あ、倒してくれた。マークつかなかった。やばいやばい、やり合ってる。こらこら、身内同士はやめなさいよ。取っておこう。やり合いしてるわ。マグマ割りしてんだけど。やり合いすぎだろ。こらこら、落ち着きたまえ。アホだ。どっちが勝つんだ？僕はじゃあ左が勝つにかけるわ。勝利が死にそう先。わあ、勝利が死んだー。紐もらってくるか。いただきまーす。意外と強いな、お前ら。お！右が死んだ。あいつ一人ぼっちになったわ。気づいたら一人ぼっちになっちゃった、どうもな。左が簡単。お？ウィッチの声したな。ボロボロすぎ。ちょっと明かりを灯しておこう。暗いから。こんなもんかーな。よし。おはよう。よし、和風な街並みのサンプルを検索するわ。今ですか？そう、今なんです。和風街並み。
お、いっぱいある。ええー、おしゃれだ。とてもおしゃれな。おお、なんかあれだね。現代用に綺麗にされたタイプの街並みの写真が多いの。まあでも歩きやすいように道は綺麗にしておいた方が。ふんふん。よし、ちょっと何個か出してる状態でやるわ。さあ、さあ。7でそっち、2、3、4、5。狭いかな。横7、縦5。まあ、張り持て感覚の感じでもいいんだかな。3、4。だって7にしちゃうとさ、めっちゃ四角になるよね。3、4、5。まあ、いっか。おうち狭め、2階建てみたいにするか。どうやって2階に入るんだろう、こんな狭い。まあ、入ろうと思えば入れるか。狭っ！狭くない？やはし。9にしよっかな。見分けにして789345678923456789。まあ、こんだけあればいいでしょう。3、4、5、6、7。4、5、6、7、8、9。いい感じ。スライム置いてきちゃった。おーし。うん。いいんじゃないか？まあ問題ないでしょう。で、色の感じどうしようかな。火使いたいな。この剥いだ感じのを使いたい。端とかをそうするか。四角な感じだもんね。1、2、3。え？またいるんだが？待って、4ぐらいにするか。で、また、うん。まあ、2階入れなくてもあってもぐらいだけど、2階の方が、
ぽいな。まあいっか。1、2、3、4。で、なんか和風な感じの家のなんか入り口らへんがほんの少しの段差みたいになってるから、階段とかにくるんとしちゃおうかな。そうそう、ちょっと階段も当ててみようかな。感じを見たい。ちょっと一旦このコケコケでやろう。コケコケめっちゃ持ってなかったっけ？なんかどっか置いた気するな。階段、階段。あれも、あ、ん？撃ってなかったのか。ひび割れってさ、階段できないんだっけ？コケコケじゃないと無理？出てこないってことはないのか？なるほど。出てこなかったな、今。これさ、階段置くと。なんか高くなりすぎるかな。もうちょい先か。置くとしたら。なんかこういう感じか？まあ見えないように埋めるとして。で、考えると横のスペースまあまあ狭いかも。ちょっと今借りておくけどさ、なんか。なんかこんな感じな気がするな。一個一旦置いといた方がいい気がするな、この感じ。まあ、こっちはずらしてもいいか、から。一旦、モデルとなるものを作る余白。コケコケで埋めちゃおう。後からコケコケ変えてもいいし、普通の混ぜたりして。目安を作る。ってなると道も一個ずらしだな。この木がとうとう邪魔だ。とうとう邪魔でいい。入り口の感じ迷うな。真ん中の入り口もあったり、右とか左の入り口もあるタイプが好きだな。一旦預けて、こんぐらい持って、
し。おはよう。え、コキコキどっかに入れたんだよな。どこだろう。トントン。物が取れなくなった。そうそうそう。例えば朗読動画を出したんですが、聞いてくれたでしょうか。今回も30分ぐらいあるから、まあまあ長めなんで空いている時にでも聞いてくれたら嬉しいです。マジで動画めちゃめちゃごじってしまうんだけど、編集。ははは。うん、朗読動画のさ、動画編集してるときは、世界で一番眠いんだよな。世界で一番眠気が襲ってくる。よし。もうそれもあって、なんか作り終わった後に確認2回ほど回すんだけど確認している時になんか眠気が襲ってきて、こりゃもうダメだーってなる。確認したといえど、なんか角角ばらしたいな。つなげんとこかな、これ。いやでも朗読ってさ、マジで僕マジでさ、いつもの流れをさ、説明すると、朗読動画って本当に深夜に作ってるんだよね。朗読も夜に読むしさ、昼間にできないんだよな、なんか。うん、まあ軽い話だったらいいかもしんないんだけど、夜じゃないと読む気になんないの、マジで。くれえ話とかをさ、昼間にさ、気分乗らないのよな。全然気分が乗んないの。そうだ。深夜にやんないと。こうなるともう一段足したいとこだ。あの作品は昼読むともっと引く。確かに。瓶詰め地獄とかさ、まあ女性とかもだったけど、真っ昼間に読む感じのあれではないよな。深夜でやって暇だったらスペースとかやってもいいし。動画作ってるときはその余力ないな。マジで朝の6時ぐらいまでやってるから。スタートがそもそも遅いからっていうのもあるんだが、日をまたいでおります。朝日を拝んでいつも僕は完成しているので、動画。そうだよ。だからなんか、朗読動画がある日は、
ある週は毎回オールを挟んでいる。なんか単純に僕の気分の問題だから、そう したいみたいな感じだから。まあ低いけど、低くてもいいよね。暮らすための家じゃないしさ。ワンチャンこの下を下げるという方法もできなくはない。下げるとなるとどうなるんだ。なんかすんげー下ん感じない？隙間空くしな。あ、これ階段とかをさ、うちでやって下げるのどうよ、どうよ。こんな感じにしてさ、ちょっと同じ素材でなくしたいが、入り口をどうしよっかなー。まあ、こんなんか。で、この下をさ、例えば、こんなん。ありじゃない？なんか高さも確保できるし。なんかお風呂っぽいけど。まあ、ここ使う、あれを変えたらどうにかなりそう。ここを木にしたらいいんじゃん。余計風呂か。まあ、外から見えないし。関係ないよね。何？頭皮か。オーク。オークを。オーク明るすぎかな。試し、試し。木の色悩むなぁ。ダークオークを外に使っているから。なんかさ、マングローブでやるとおしゃれになりすぎそうな気がしちゃうんだが。か、やっぱ頭皮をで揃えるのもありか。スタート一緒にする感じ。イコールおしゃれじゃない。言葉狩りの侍いるじゃん。江戸に帰るんだ、言葉狩り侍め。まあ一緒でいっか。てか下重くらいじゃなくしよっかな。一旦頭皮にしよう。ろくでもない侍だ。ろくでもない侍だ。下左眼とかにしよっかな。合いそうな気がするぞ。
取りに行かれば、さては物があまりない、頭皮は植えるしかない、近場で植林をしよう。サガンドマっぽさでしょう。すんな気がします。うえ、なんだお前生き残りめ。ベッド持ってた。うえ、そういえばさ、瓶詰め地獄でさ、まあまあなんか低いさ声のトーンでさ、あんなに喋り続けるとさ、もう喉がさ、ウォー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 みたいになるんだけどさ、あれだー、ダークオークじゃなくて頭皮の苗木僕持ってなかったっけ。サガンなら、なんかできるだけさ、ガサついた感じにしたかったんだよ。だから飲み物飲まないでやった。ガサつきさを出したくて、どうしても。それをやるためになんかね、飲んだら微妙だったんだよな。あった。いいか、こんなもんか。いや、お酒飲んだらね、僕鼻が詰まるんだよ。それは嫌なんだよな。そう、僕お酒飲んだらもうマジで鼻が詰まる。もう、うーんってなるから、なんも、それはできなくなっちゃう。うがい、やば。酒でうがい、やばい。詰まった時の声の方が味があるかも。なんか僕自分で、なんかそうやっていろいろやってみての感じ、鼻詰まりの声別になんか、朗読には向かないかな。普通に話してる分には問題ないけど。桑田佳祐が酒でうがいして大声出してあの声作ったという逸話があって。そうなんだ。すんごい。マジなのかな？先に動いたワンチ何？結構単語が謎なんだな。ほんね。よし。次にダークオーク。はい。ダークオークの苗木2個しかないから作れないの。落ちたまま消えちゃったか。まあいいや。頭皮優先しよう。聞くと一回やってみたくなる。一回じゃ変わらないでしょ。
スンスンスン。でもなんか僕ほんと朗読している時に限ってだけど、なんか普段は別にそんなことはないんだけど、朗読してる時とかに限って言うと、やっぱなんかその男性の声帯も欲しいって気持ちになるわ。やっぱ無理じゃん、言うたってさ、限度があるじゃんってなった時に、クソ悔しいみたいな感じになって、来世の僕に期待だ。もしかして狭いのか？ここだと。手に入るとしたらこの人の声がいいとかある？手に入るとしたらこの人の声がいい？やっぱ千葉茂さんでしょ。単に僕がすげえ好きなだけだけど。最強だよ。壊れた。女性はあるの？女性？女性で欲しい声。女性で欲しい声か。誰だろう。女性で欲しい声。女性か。クギミアさんボイス？いや、クギミアさんボイスは欲しいというよりかは聞いていたいって感じ。欲しいって言われると別だな。いや、なんか、だって男性の声はファンタジーだけど、女性の声はファンタジーじゃないから、僕からするとね。から悩むわ。サガンって、こうか。そうなん。え、なんだろう？え、結構よくある感覚ではって今思ったんだが、僕は。だってなんだろう？まあ、言うて同性の声だったらさ、まんまは無理だけど、近しいとかはさ、可能っちゃ可能じゃん。ジャンルとして。だから、同性だけど、絶対絶対に出せないタイプのジャンルの声に憧れるかな。そうそうそう。だからなんかそれ言うと男性の声はあのファンタジーのわけよ。どう頑張ってもって感じだから。クジラさん、確かに、クジラさんの声は、出ないわな。
ああ、それこそ男性でも千葉茂さんの声むずそう？砂どっかめっちゃないかな。やっぱビーチ行くっきゃないか。こうなるとビーチ行くか。荷物を預けてビーチに行きましょう。次にいろいろ取ってくれたらいいな。家で出せるの数量が確かに。まあ、そりゃそう。人間たちは逆に誰の声になりたいのさ、男性で。女性使えば女性で。同性限定。ブンブンブン。大塚さん人気そう。あ、そう、同性、同性で。あ、自分の声でいいや派閥割といるな。おー。まあ、確かにアーティストの人の声っていう説もあるな。ヒロシの、あれかな？声は、藤原さんの方ってことかな？お二人おるが。ハードボイルド似合う人。ハードボイルド似合う人。声変わったら性格変わりそう。声変わって、変わったら性格変わるかな。出たよね。おはよう。ああ。確かに、すごい高いタイプの人とか、すっごい低いタイプは同性でもまあ、むずいみたいな感じはあるかもな。パクっていっちゃおう、おう、おう、おう。あ、めっちゃある。サガンパーティーや。尖れたはいらないかも。いや、なんか使うか。わからん。持ってこう。何もわからん。可能性無限大。うん。これも使いそう。ルパンやりやすい感じ。あ、モノマネで？なんかさ、その感覚面白いんだよな。男性的にはこの声は真似しやすい気がするとかさ、その感覚がなかったりするからさ。やっぱあと一個足りないんだよな。まあ、いっか。
しろさん、藤子抜けます？藤子ちゃん？沢城さん？無理じゃないかな。ちょっと元の感じは聞いてくるわ。じゃあちょっと聞いたらいけるから。いや僕沢城さん系というのないからよっぽど無理だろうけど、練習に練習を重ねるわ。なんかさ、キンキンで聞いた沢城さんボイス、鬼滅のあのキャラなんやな。誰だっけ、鬼滅のあの妹の子、あれがマジで好きだった。ほんとダーキー、あのお芝居がさめっちゃ良くなかった。なんか敵対してる時のさ、ちゃんと悪役な感じとさ、あの妹になった時の妹モードの差が好きすぎてさ、やんばーいみたいな感じだった。めっちゃ良かった。めちゃめちゃ良かった。うん、いや、わかるわかる。なんかさ、あの感覚結構不思議だったの。沢城さんの声聞いて育ちまくったのに、新しいみたいな感じの感覚だったよね。そうそうそう、藤子ちゃんね。あ、メラリンちんダークオークなかったっけ？キー栽培してなかったっけ？そがん、え、でもハーフにするとさ、物置けない？いや、上につければ置けるんだっけ？沢城さんのお兄ちゃん埋めた、あんま聞いたことない気がする。じゃあ上につけるか、これも。使いそうだし、いっぱい。上だからこうか。これ上だよね、合ってるよね。よし、節約をしないと。尖り板だとさ、なんか四角の模様出ちゃう？これ変わるんだ。一緒か？あ、一緒だ。うんうん。そしてダークオーカー足りない問題に直面しているので、ちょっと突撃メアリンチの植林場をしたいと思います。ダークオーカーあったらくださいって言って強奪しようかな。あ、グーグー使っちゃった。よし。メアリさん、メアリさん。
こっからだと家がめっちゃ近いからな。みのりさん、ここら辺もう開通させといていい？存在しているキーたちが邪魔にね。開通させたろ。こんな下に埋まってる木はもう誰も特にあれとしていないでしょ。上に向かって立ってるならまだしも。こうしておかなければだいぶここが平らになる。こんにちは。木々の場所どこですか？誰かの記念樹かも。名前書いてないとわからないです、記念樹。タコークありました。もらいます、タコーク。突撃。挨拶するの教えてた。こまみこむこ。スライム忘れたから、アスレチック方式にしないと無理だ。おーし。よし、苗木が落ちてくるのを待つ。苗木待ち。これで、裏で僕は前からの作業ができることになった。共同台の部分を進めたことにより。てか、それこそさ、なんかメリーちゃんなんか作れてなかったっけ？何作るって言ってたの？途中までしか見てないんだもん。ブン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 。え、ほんと？葉っぱって壊していいの？手でいいの？手で壊していいの？壊さん方がいいんかと思ってた。知らなかった。初めて知った。わあ、間違えた。お。バレンタイン建築か。どこに作るんだろう。なんかポムの方に作ってなかった？いいさ、にょん。ダメ。夜だ。宿泊施設あるのか？バレンタイン建築？おー、バレンタイン建築は特に考えてなかったわ。ベッドあった。宿泊。おはよう。家の裏？その裏ってことは？
マウラなのだろうか？どうなのだろうか？海岸線の対岸あたりに落ち着いたはず？海岸線の対岸？海賊船？あー、じゃあ本当にポムの方じゃん。こっちじゃないんか。わー、ついでに木を刈る。本当に竹ばっかり。信じられないぐらい竹ばっかり。なんだここ。なんだあれ。人工的なあれが垣間見える。またいるんですけど。ちなみに焚き火で死んだらどうなる？多すぎてくさぁ。焚き火で殺すか。来い、たけみに向かって来い。来るがいい。来るがいい。おー、ここに来るがいい。くそ、避けやがって。さすがに避けるか。今ワグマないんじゃなかったっけなぁ。おりましたー。3回目に死んだ。で、2階建てにしたいとこ。もっと狭くしちゃおうかな。3ぐらい。なんかさ、でかくない？こんなもんか？なんかでかくない？こんなもんか。まあ、家よし、こんなもんか。なんかさ、高くない？こんなもんか。めっちゃ低い屋根をつけるしかない。でもまあこれ削っちゃうとさ、もう低いよ。
こっちも天井をさ、地下を下げるみたいな作りにするか、2にするか。天井を下げ下げ。そうすると低いかなーす。いや、低いじゃなくて、壁があれかな。二階建ての割には敷地が狭いから上に伸びて見えるのかも。あー、なるほどね。じゃあもうこんなもんでいい気がしてきた。こうしません。そうがいい気がしたー。で、下げるわ。下げる方式を取るわ。入り口の場所を決めたいマンです。1、2、1、2、真ん中にあるタイプ、ここ真ん中にあるタイプにするか。両開きだと2なのか。ふむ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 、真ん中じゃない方がいい説にできた。いくらにも引き戸が欲しいやん。あとは2個戦法、これにしたいよね。さすがにさ、なんかお店形式みたいな間取りだったらあんまいらんが、やっぱずらすか。真ん中とかうるさいぜっていう話にしちゃうか。そんなもんは関係ないねという。どうつけるとしたらどこにつくんだ。もしかしてだけど、すごい前にしかつかないんじゃないの。やはり つけるところのここだけなんか変えるしかないってこと？例えば。なるほど。こういうことか。じゃあ、下ろしゃいいのか。ことは、ここを下げて、ここをつけて、階段に、あ、逆からつければいけるってこと？まあ、いっかな。
違う。うん。まあ、いざ、コントしよう。カーメどうしようかな。カーメ、カーメ。おはよう。トラブドア。これは違う。トラブドア。なんか壁どっちかなぁ。木目のタイプを使うかはもう白のコンクリ系にしちゃうか。白のコンクリはありですよ。実際のとこ。白のコンクリは繋がったでけえ道場の門ぐらいでけえ。白持ってこようかな。黒っぽくなりそう。白をいっぱい使わんけりゃいいんじゃない。あと屋根を黒にせんけりゃ。多分あの感じのさ、このタイプの石を使うとさ、暗いんじゃない。まあでも屋根は使いがちだから確かにそうっぽくはなる。だって、ドローリングが微妙いいよなぁ。シート、コーツ。クォーツをまた使用してしまうといいのか。あんなに大変なクォーツ地獄を。そんなの無理だ。そんなのは柱。よし。合金素材を使う能力はない。でも結局クォーツがちゃんなんでも使いやすい説。結局な。どうしてもそうなっちまうんだ。左官はさ、床に使ったからさ、さすがにって感じ、あるよな。10埋めますか。これってどこにつけるんだ。まあありか。どんどん内側が狭くなるが。で、豆腐になりすぎる部分はハーフかなんかこういうので、外に出しちゃ問題ないか。砂岩合いますけどね、実際のとこ。白も合いますわなー。
いや、クローズは違うかな。なんか洋風味がある。クローズいいな。クローズいいな、ゼイタ。あー、固めていないコンクリ？なるへそ。ちょっとありかも。コンクリパウダーってことだよね。コンクリパウダーは、ゲーセンの時使ったっけ？いや、でも全部固めた気するな。まあ、あとこの粘土とかのやつとか使いそうだけど、これ。全面これはないな。あー、骨ブロックありかも。確かに。コンクリパウダーで雨で固まるんですか？有識者ある。どうなんですか？そこら辺。固まりませんでしたって。よかった。そして、砂が。砂利はあったはず。地面から剥ぎ取りマシンするか、もう19時半じゃん。あんたって子は、どうして前からは夕方の時間に入れるわけ？うるさいうるさい！だってお昼は、お掃除しようと思ったんだ！13時からもう一回お掃除しようと思ったんだ！でも18時から前からしたらいつも時間がないってわかってるでしょ？うるさいうるさい！お昼はこう掃除しようと思ったんだ。砂少なすぎ、ワルタ。ここを破壊しよう。砂漠に行った方が早いと分かりつつ、砂漠に今日は行くのはちょっと遠いなみたいなところありつつ、ありきり。だから一旦手頃の場所で砂を取って、様子だけ見るわ。コンクリパウダーが本当にいいのかどうかっていうことをな。言葉も和風に。むず要望きた。はんなりやらせていただきます。ジョリはどこだ？ジョリを詰め替えた気がしたのに。あれ？イントネーションわかんないわ、僕。関西悪夢じゃないもん。わかんない。やっぱ掘るしかないのか、ジャリー。お前も掘るしかないっていうのか。ただ様子が見たいだけなのに。ズーして。
関西弁って何にわたるから？度数でなくて、お数なの。そうなんだ。へぇさあ、やっと出てきたコンクリートパウダー。様子を見させてもらおうか。うんむ？まあ、そうね、まあ、合うし合わないし、合うけど、って感じ。ぶっちゃけのことを言うと、コンクリートやもうどっちでもいいかなって感じた。まあ、弾いてみるか、一旦。あと、骨だっけか？ちょっと砂糖味がある。骨はね、縦にあれすればいける。あ、骨じゃないか、これは。骨じゃないか、縦に線もあれど、骨ではないか？骨です。骨でいきたいと思います。そう、なんか、コンクリだと、コンクリパウダーだと白すぎかっていうのあったから。来た、ここに来て、骨の出番が来るとは。今まであまり出番のなかった骨ブロックだが、骨ブロックなら無限に、あと機械により、あとより機械だっけ？により、ほぼ無限と言っても、過言！とてもいい！骨だ、こりゃ。骨だ、こりゃ。だが、しかし、こんな時に限ってあんまり骨を持って歩い、持ち歩いていないのだ。す、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 す。いいじゃないか。内側がなんか砂岩のやつでも全然問題ない。色味が違うか。僕、骨他に持ってなかったっけ？なんか至るとこに骨落としてそうなんだが。骨骨し。いいよね。確かに、こういう時は、おとなしく取りに行くべき。いつだってそう。家の近場だと思って、家の近場で消耗せようとするから。よくない。
そう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 。それでもさ、チェーンソーマンのアニメ一気見したんだよね。で、なんか僕、あのちゃんすごい好きでさ、あのちゃんの歌知ってて、チェーンソーマンで流れてきてビビった。え、だからゲロチューってなった。そういうことなんだって、なんか謎のつながりを感じた。それって、そういうことってなったら酔います。ゲロチューするかもです。ギギギャオ、ギギギャオ、ゲロチュー。持っていよう。うん、歌の方知ってた。なんか LINE ミュージックと YouTube のなんか人気歌ランキングみたいなやつ見てたら入ってて、え、あのちゃんだーと思って見たらゲロチューリーやった。取れるだけ取っていく。こんなもんだ。やってくれ、頼む。もうちょい下覚えれそうだから。覚えた歌をくれたわ。ギロギロ。チェンソーマンの感想？信じられないスピードで。あ、ネタバレ入るかもしれません。ちょっと、チェーンソーマンのアニメのネタバレされたくない人、耳をつむってください。15秒ほどつむってくれれば問題ないかと思います。はい、ということで、じゃあ、感想なんですけど。なんか、ハイペースで死にまくるから、おおおおおおおあーみたいな。なんか多分だけど漫画で読んだ方が良かったかもしれない。僕漫画で読んだ後にアニメ見た方が良かったかもしれない。ちょっと僕鬼滅でもね同じ現象起きたんだよね。これ鬼滅も一応漫画全部読んだんだけど、漫画読んだ後ならアニメ見れたかなと感じた。ゆっくり描写してほしい感じ。なんか、なんだろう。そのなんか、で、まあ多分、なんかもう、書いてるものの感じが違うのだろうから仕方ないんだけど、なんかのキャラが死ぬ時にさ、そのキャラに対しての思い入れが欲しいというか、死んでしまったーってなりたいわけよね。どっちかっていうと。なんか鬼滅の時もちょっとあったんだけど、まあ、何人かはもちろん、うわ、死んでしまったとかあったけど、あ、死んだって感じになるのが、ああ、っていう。思い入れがそう、むずいな。感じだったな。電子じゃん。ひどすぎだろ。デンジじゃないだろ。ひどすぎて笑った。どっちかっていうと僕はパワーちゃんだろ。まだ。デンジひどすぎ。あ、そういうこと？だから骨ブロックが、あれしてんの？どうなってんのって今思いながら見てたわ、僕。
僕が作ったポリブロック一体どこに消えてんのって思いながら見てた。なんかと思った。一旦これを持っていくか。そう、流れてた。なんかこう、ああ、書きたいとこ終わった。消そうと、みたいに消えていく感じが、諸行は無常だった。確かに。諸行が無常だった。でも多分だけど、なんか、わからんけど、なんかチェーンソーマンの話って結構、そのなんか作者の逸話みたいなのめっちゃツイッターで見たことあるから、多分それありきで楽しんでいる面を考えると、あ、信じられん、このキャラ急にここで殺すみたいなのが多分いいんだろうなとは思った。楽しみ方を変えるとおもろいなって感じた。でもそのなんかアニメでさ、そのデンジがさ、なんか死んでもなんとも思わないみたいな。誰が、なんとか、ちょっとキャラ名が出てこないんですが、なんとか死んだら、泣くのか？いや、多分泣かねえ。誰が死んだら泣くのか？いや、多分泣かねえ。みたいな。っていうセリフを言ってるときに、デンジ、俺もだ。みたいな。デンジ、俺もだ。って思いながら見てた。お前だけじゃないぞ、デンジ。俺もだ。って気持ちだった。共感してしまった。ポチタが死ぬ、ポチタがポチタの実質的な死の場面もあんまり、いや、わかんない。漫画だったら変わったんかな。わかんない。いや、逆に今この場でちょっと漫画を見てないから、アニメを見た感想で言うと、この後、ニャーゴが死んだら悲しいかも。ポチタのね、描写、アニメめっちゃ少ないからさ、頭だけだし。なんか、あのパワーちゃん頑張って、あんな、あれしての下り見て、一度助かった命だから、ニャーゴが死んだら泣くかもしれんわ。いや、でもさすがになんか、デンジ周りが死んだら悲しいんじゃない？さすがに。とは思う。うわーう。僕が死んだ。さすがにそこは悲しいんじゃないかとは思うんですが。人が死んで悲しいってタイプの作品じゃない気がする。でもまあそれはね、あるんだけど、悲しみをなんか、悲しみじゃないわ、死に関して、あのストーリーのあれとしての楽しむ作品じゃないですよっていう派閥の意見もわかるんですが、とは言ってもじゃない、とは言ってもじゃない？なんかさ、俺友達いないっしょ、みたいなデンジが言ってたくだりから、明らかに友達っぽいものができ始めてるから、
このタイミングで友達っぽいキャラが死んだら、ぐっみたいな感じになりそうじゃん。それは。またバラしてしまったのか、僕。おい。15秒投げ、あ、ごめんごめん。あと、15秒ぐらいかな。すまんけど。あと、15秒ぐらいかな。知らんけど。もう、いいですよ。え、マジでさ、僕、本当にさ、結構、ちょっと僕の悩みなんだけどさ、なんか僕、気づいてしまったんだけどさ、なんか、大役目になってからさ、見たアニメのさ、キャラの名前一向に覚えきれない病気にかかってしまったんだけどさ、これはもう僕はおばあだからっていうことですか？一向に覚えられないんですよね。本当に。マジで覚えられないんですけど。もう終わったかもしれないわ。一向に覚えられないんですね。いや、それはね、あるわ。多分ね、もう、ながら見をしちゃっている気がする。マジで良くないと思うんですが。たき火多いとこ。たき火こんなガンガンに置く、ギャンギャンに置くの微妙だな。炭治郎の友達の名前覚えてる？炭治郎の友達？どれ？善逸？黄色いやつ？もしかしたら昔かもしれないじゃないか。まあ、その可能性は捨てきれないが。でもなんかやっぱ、最近な気がする。なんならキャストの方に言う。すいません。下野紘さんのキャラですか？言いませんけども、どの、あれですか？どちらですかね。もう今日ここまでにしよっかな。20時だし。ちょっと、うん。今日の夜にチェンソーマンの漫画を買おうかな、僕。で、一気読みして、明日の昼頃に、漫画追いついたぜとして話し始めるかも。まぁちょっとこの和風建築あまりにもまだ初段階なんですが、まぁ裏でもやったりしながらのんびり進めていく区画なので、うん、まぁ今日はここまでとしましょう。本当に、まだ土台の土台を作ったとこですが。よし。じゃあしばらく鍵問答入らないので、まあ、こんな感じであれしますが。まだ和風建築の続き楽しみにしておいてください。それでは。YouTube のチャンネル登録と Twitter のフォローしてない人間いましたら、ぜひぜひよろしくお願いします。うちは遅れた人間たちもありがとう。明日は13時からの配信なので、一応予定だとなんか、ありがとう。まあ、今日もまあまあ言って雑談したる感もあるけど、掃除してる時の雑談がいっちゃん雑談なんだからという気持ちを込めて、掃除枠しながら無限に雑談を、脳死雑談してるんだよ、ほんと。マイクラよりも脳死んでるから、掃除中の僕は。
ていう感じになるかと思いますので、お楽しみにしてくださいっていうか、可愛くね、このさ、端っこになってるのめっちゃ可愛くない？今気づいたんだが、ありがとう。え、めっちゃ可愛いんだが、とても可愛い。ということで、お疲れでした。また明日の13時にお会いしましょう。お疲れ、バイバーイ。いや、温泉も作りたいっちゃ作りたいんだけど、温泉も作りたいっちゃ作りたいんだけど、なんか、でも温泉、なんも来てない。うん。